はい、道山です。中学2年生の子供がいる。中学2年生なのになってからなかなか勉強しない。こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回はやってはいけない中2の勉強サポート法という話をしていきます。中学2年生のお子さんがね、いらっしゃる場合、2年生になると結構ですね、勉強やらなくなる子って多いと思うんですね。で、この時に、あることをやってしまうと、子供たちってね、勉強どころではなくなってしまうんですよ。なので今日はそういった中2の勉強をどのようにサポートしていくかっていうね、考え方とか、実践方法、これをね、今日はお話ししていきたいと思います。中2のお子さんがいる方はね、もう、ドンピシャの内容だと思いますし、今はまだ中2ではない、中1とか小学校高学年のお子さんがいらっしゃるっていう場合はね、この先絶対中2の状況って来るんですよね。だから早めにもちろん理解しておいた方がいいと思います。あと中3のお子さんがいらっしゃるって方、実はね、最近この中3なのにまだ中2のような状況の子って結構いるんですよね。そういったこの場合はもしかしたらこっちのやり方でやっていった方がうまくいくっていうケースもあると思うので、ぜひそういった場合もね、参考にしていただければと思います。でですね、本日の内容は、ボイシー、というね、僕のネットラジオとね、共同の、音声になります。この音声はね、ボイシーの方にもアップしていてですね、またボイシーでは YouTube とは少し違ったね、お話も、しております。もし、まだね、聞かれてなかったら、詳細欄にボイシーのリンク貼っておきます。よかったらこちらもね、聞いていただけると嬉しいです。では、いただいた相談内容から読んでいきたいと思います。中学2年の子です。本人は行きたい高校がないから勉強できないと言ってスマホばかり見ています。部屋が別なので勉強しているのか不安になります。中間テストの2週間前で子供もイライラしているみたいで、どう勉強したらいいかわからないと悩んでいます。とのことです。はい、結構ですね、こういった状況の方多いのではないでしょうか。本当に中学2年生って本当にね、中学校生活の中でも一番荒れやすい時期になるので、はい、ぜひね、その場合のね、対応方法なども踏まえて、今日の内容をね、実践していただければと思います。で、まず、やってはいけない勉強サポート法があるので、これをね、最初に紹介します。このやり方をやると結構ね、子供荒れてしまうので注意してください。一つ目が無理にやらせるってことですね。これ何かというと、例えば中2の場合、すごく荒れやすいんですよね。中1、中3と比べて。で、この時に親が強制してやろうとさせればさせるほど、子供はどんどんやらなくなるんですよ。ああ言えばこういうのが中2なんですよね。だから基本的に無理やりやらせるっていう方法は絶対にやめてください。で、あと次に二つ目はね、無理に教えるという方法です。例えば、ある程度やる気があったとしてね、子供が勉強しているときに、なんかわかんない問題が出てきたとします。この時にお父さんお母さんが無理やりですね、これこうだよ、こうだよ、もっとこういう風にした方がいいよ、みたいな感じで無理やり教えようとしても、やっぱ子供って聞く耳持たないんですよね。だから、基本的に子供が教えてほしいなら教える。でも、それを望んでいないなら無理に教えないっていうスタンスの方がうまくいきます。あと3つ目、監視するですね。監視する。やっぱ子供が、今回の相談者の方もそうなんですが、勉強してるかしてないかこう気になりますよね。で、この時に、やってるかな、どうかなって言って、頻繁に見に行ったりする状態。これ、監視している状態だと思うんですけど、これになるとね、子供たちって途端にストレスを感じるんですよね。特に中2の子はそういった傾向が強いので、基本的には監視するんじゃなくて、基本的なやり方はまずやる気を引き出して、そしてあとは信じてあげるって形の方が、中2の勉強は必ずうまくいくと思います。じゃあどうやってやるかっていうと、3ステップでちょっと紹介していきますね。まずはやる気を出そうということで、最初にはですね、やる気を出していく上で何やっていくかっていうと、まずは僕がね、普段、お話ししている愛情バロメーターを上げるってことですね。もっと具体的に言うと、お父さんお母さんの愛情を子供たちに的確に届けていくということです。そのために何をすればいいかというと、例えば子供の好きなご飯を作ってあげるとか、子供の嫌がることを言わないようにするとか、子供がなんかね、どっか連れてってほしいと言ってるんだったらそれを連れてってあげるとか、そういったことですよね。をしていくと愛情バロメーターというのが上がってきます。つまり子供はお父さんお母さんから愛されているというふうに感じるようになるんですよね。で、まずはこの状態を作ってください。そうしないと、そもそも親の話を聞かないので、なかなかね、勉強させることは難しいです。で、ここまで来たら、ステップ2はね、ご褒美作戦ということで、今回の相談者の方はね、まだ志望校が決まってないから、やる気が出ないっていうふうに、書いているんですが、2年生で志望校が決まる方ってね、少ないです。もちろんね、僕のサポートしてる方の中にはね、もう2年生でもバンバン決まる方、確かにいらっしゃいますが、割合としてはそんな多くないんですよね。なので、この段階では、僕が普段お話ししているご褒美作戦でやる気を引き出した方がいいと思います。
で、その後に脇役サポートですね。まあこれは子供が求めるサポートですよね。例えば子供がなんか問題集買ってきてほしいというんだったら買ってきてあげるとか、あとは子供がね、ちょっとこの問題わかんないから教えてほしいというんだったら教えてあげるとかってことですね。この逆は主役サポートって言うんですけど、要するに親がもっとこうしなさい、ああしなさい、これ使いなさいって押し付けてしまうようなサポートですね。もうこれは絶対中二の子にやってはいけません。やればやるほどどん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 離れていって愛情ボルメーターが下がる方にもつながってしまうので、あくまでも親は脇役という立場を守って子供を支えてあげるようにしてください。この辺の、ね、細かい流れについては、まあ、やる気を引き出すところから、ね、特に、細かいこのサポート方法の部分までは僕が、ね、無料で配信している7日間で成績アップ無料講座ってやつで、ね、詳しく解説しているので、まあ、よかったら、ね、こちらも参考にしてみてください。僕のオフィシャルサイトとかから、ね、受講することができます。で、まあ、こういった流れをしてやっていくんですが、今日ね、一番伝えたいことは何かというと、この中二の子育てで一番大事なことっていうお話なんですね。これ何かというと、まあ、今回の相談者の方ね、どうしたらこの成績上げられるかなっていう悩みをね、持たれているんですが、テスト前で全然しないっていうふうにね。でもね、実はね、今意識すべきとかそこではないんですよ。っていうのもなぜかというと、中二の子育てで一番大事なことって、いい状態で中3に進学させることなんですよね。で、もしここで無理やり勉強させようとして悪化、親子関係が悪化してしまったら、結局ね、子供って悪い状態で中3になる、進学するんですよ。この方が正直リスクなんですよね。やっぱり一度悪化してしまった親子関係ってなかなか戻すの大変なので、で、さらにね、中2ってすごくね、荒れやすい時期でもあるので、なので、焦ってね、こう勉強させようとして悪くなる方が僕は怖いなと思います。なので、まあいろいろね、こう勉強テクニックをお話ししましたが、一番意識してほしいことは、結局成績よりも親子関係を優先するということですね。なのでこの3ステップで言うならば、とにかく愛情バロメーターを上げる、もうここさえしっかりできていたら、まあ中2の子育ては基本的にはいいんですよ、それで。で、まあ余裕があればご褒美作戦とか脇役サポートはするけど、まあメインは愛情バロメーターアップっていうような感じでね、意識していただくと、大きくね、道を逸らすことはなくなるのかなと思います。はい、ということでね、本日はやってはいけない中2の学習サポート法というお話をしました。まあ、途中で紹介したね、成績、アップ無料講座については、この動画の右上からね、確認することもできますので、もしまだ読まれてなかったら、こちらも参考にしつつ、引き続き YouTube のね、チャンネル見ていただけると嬉しいです。あと、冒頭で紹介したね、ラジオのボイシー、こちらもね、一緒に聞いていただくと、まあ、お子さんのね、成績アップだけじゃなくて、思春期の子育て全般もね、学ぶことができると思うので、よかったらこちらも参考にしてみてください。